セーブされてるけど、ゲームオーバーになったらちゃんと続きから来れんの？今まで一番怖かったゲームは、怖かったゲームは、結構ホラーゲーム好きでちょくちょくやってますけど、怖かったゲーム、サイレンかなぁ、言うて、サイレンとかね、結構ホラーゲームってね、慣れるんすよね、やってると。サイレンとか最初は怖かったけど、もう途中からイライラしてるだけやったな、あれ。クソ難易度高いから。ゼロ？いや。一番怖いって言われると分からへんな。ちょっと怖かったゲームで印象に結構残ってるのはね、僕そのペルソナ4って皆さん知ってますかね。アニメとかもやってるけど、僕ペルソナ4を初めてやった時ね、これボスラッシュのボスやな、RPG ゲームって知らなかったんですよ。でペルソナ4、これ炎が弱点でいいんかな、序盤めちゃくちゃ雰囲気怖いんですよ。これ弱点やな、これ。オッケー。最初の対戦するまで1時間ぐらいあるんですよね、あのゲーム。ペルソナ4。で、それまで普通にアドベンチャーパートが進んでって、真夜中テレビっていうなんか、ホラー要素のある怪奇現象を探っていくんですよね。でそのくだりがなんか結構不気味で、なんか結構怖いゲームやなと思いながら進めてたんですよね。で初めて戦闘始まったらくっそ明るい曲が流れるんですよ。あれ結構衝撃やったな。途中までホラーゲームと思ってやったらね、終わってみたら飛んだ青春ゲームやったな、あれ。僕の学生時代ほとんどペルソナ4やったからな。僕の親友は花村陽介です。ペルソナ4めちゃくちゃハマってね、大好きなゲームなんですけど、その僕がハマって何年かした時にアニメ化したんですよね。アニメがね、名前がね、コモナじゃないんですよね。僕は自分の本名でペルソナ4をプレイしたんですけど、主人公の名前をね、好きな名前に変えられるゲームなんですよね、ペルソナ4。で、本名にしてたんですけど、コモナって名前にしてたんですけど、アニメ始まったらね、主人公の名前が鳴上優なんですよね。コモナじゃないんですよね。違和感すごかった。いやらしいな、敵の配置が。友達いるんですか？友達いるよ。こう友達いるんですかって質問よく来るけど、なんなん？ちゃんちょく言うやん。コモラさんの友達って話題結構するやんっていう。この二人が僕の友達や。こいつ弱点なんやろうな。はい、あ、これ弱点？結構ダメージがし、これっぽいな。Are you Mr. コモラ？ノーイングリッシュ。はい。ゲーム実況してよかったなーって時。ゲーム実況してよかったなーって思ったことは何ですか？家長麦さんに認知されたことですね。いやー、嬉しかったなー。ミサイル使うか。ほい。なんか一回雑談挟みます？政治の話しちゃいます？荒れると言われてる。ちょっと半年ぐらい前かな、いつ頃か忘れたけど、ジーソミアって流行ったの知ってますかね。ジーソミアを破棄するどうするみたいな話の時、あれがニュースで、なんかその流行った時、毎日のようにそのニュースやったんですよ。そのニュースがね、流れてる時、僕いつも、知らん敵来た、知らん敵来た。こいつのやつだっけ？あ、なんかいた気がする。一年前の記憶が呼び覚まされる。目と口を破壊するんだったかな？一応ライフバーあるんだな。これ破壊できる？できるな。でそのジーソミアのね、ニュース流れるたびに僕めっちゃ思ったんがね、ラーゼホンってアニメのオープニングのヘミソフィアっていう
曲がめっちゃちらつくんですよね。ヘミソフィアとなんか名前似てんなと思って、それをね、その見ててラズフォンってアニメなんかわけわからへんかったけどめっちゃ感動したなって思い出しながら見てたんですよ。噂で聞いたんですけど PS2 のラズフォンのゲームがめっちゃできいっていうのを聞いてね、いつかやってみたいなって思ってて、なんか知ってる人いたら面白かったかどうか教えてほしいですね。そのラーズフォンってアニメをね、あれロボットアニメなんですけど、スーパーロボット体制マックスでその存在したんですけど、多分僕と同じ人多いんじゃないでしょうかね。スーパーロボット体制マックスのラーズフォン、くっそかっこよくなかったですか？お前主人公かっていうぐらいラスト活躍するのがね、めっちゃかっこよかった。なんかこいつ地味やね。ほい。ケイ破壊した。そうそう、口も破壊できるんじゃね？これ口っていうか鼻なんかな？不思議なぁ。いたたたた。はい。ナイス。OK。ボスラッシュの合間になんかちょいちょい知らん中ボスが挟まれるんや。しましょう。ラストオブアスやって、ラストオブアスね、僕その全然知らないんですけど、知らないんですけど友達がやってて、友達からちょっとネタバレ聞いててるんですよね。多分ネタバレ聞いてしまってるんで多分やらないと思います。学生の頃のエピソード。あー、こいつロックバスターじゃ強かったやつやんけ。学生の頃のエピソードなんか適当に言ってくれていいのがあるんですけど、そうっすね、学生の頃ね、僕その学生の頃ぼっちだったんですけど、弱点武器が分かんねえ、これか、オッケー、アーマーあるまじきって、ああ、アーマー剥がれた。はい、このアルマジドなんか設定ではね、シグマよりも上司の存在らしいですよ。実は。命令系統が支配されたからシグマの命令したかったけど。えい。で、学生時代のエピソードね、僕、ぼっちだったんですけど、友達がね、そのね、いなかった時期があるんですけど、まあね、その休み時間とか、僕、部室にこもってたんですよね。その教室の隣が部室でね。で、全然人とも連絡、会話せずに部室にこもってたんですけど、ニュースで、ボイコットっていうのが流行ったんですよね。会社でストライキだ、ボイコットだ、言うて、そのなんか、一般社員の意見を上に伝えるみたいなんでね。で、僕の知らない間にクラスの陽キャどもが集まって、次の体育の授業をボイコットしようぜっていう話があったらしいんですよね。で、クラスの男子全員が、その、体育の時間をボイコットするっていう事件がちょっとあったんですよ。マネージャー点こうやってことは覚えてねえぞ。当たんねえ。で、僕その休み時間とかもずっと部室にこもってたからボイコットするって話を聞いてなかったんですよ。部室から体操部着替えてそのまま体育のグラウンドに向かったんですよね。で、時間になっても誰も来おへんくて、体育の時間始まったら僕と一人だけ来たんですよ。なんか野球部の子が来て、で二人だけグラウンドに集まってて、先生来て先生ぶち切れるんですよ。なんでお前らしかいいねんって。で、僕はその全然状況わからへんから、なんかわかんないっすって言ったら、その野球部のやつがなんかクラス全員でボイコットする言うてましたよって。それ聞いて先生ぶち切れ。野球部の子はなんかボイコットなんてしたら野球の顧問の先生にめっちゃ怒られるから来たらしいんですけど、で先生はもうめちゃくちゃブチギレて、教室にいるその残った男子らをね、怒鳴り散らしに行ったんですよね。その後ね、小村さんの評価爆上がりよ。小村お前はなんか悪いことに流されへん心を持ってるな的なこと言われてね、もう僕は優等生でしたからね。こいつ弱点武器あったのに結構手間取ったな。ちょっと喋るのに。次氷かな。
氷の弱点まだない気がする。実はこの人からも認知されてるんだぜ的なアピールあったら教えて。あ、オッケー、弱点やな、読み通りやな。あ、これもはめられるやん。あ、はめられてなかった。僕その認知とかされたら動画で言うんでね、皆さんに生きり散らすために言うんで、動画で言ってない認知されたエピソードはないっすね。あったー。 OK、 どんどん行きましょう。好きなゲームジャンルはローグライクゲームかな。まあ何でも好きですけどね。最近ちょっとローグライクゲーム飽きてる感じもあるけど、でもリスクオブレイン2がね、僕の大好きなローグライクゲームが最近大型アップデートされてたらしいんで、またね、ハマり始めてるね、リスクオブレイン。次何やろ、使ってへんのは、これ?これかな?ああ、こいつ強かったな。これ弱点武器か、弱点武器か、食らってるな。なんか弱点武器食らったら、なんかそれ専用のダメージモーション持ってるやつと持ってんやつがいるから、ちょっと分かりにくいんですよね。好きなアニメは何ですか?好きなアニメはバッカーノっていうアニメが好きなんですけど、バッカーノめちゃくちゃ好きっすね。もともと、うわー、ね、知らん攻撃された。バッカーノってアニメは、もともとライトノベルで、成田凌吾さんの作品でね、有名なやつだったら、デュラララとか書いてる人っすね。死にそう。使うか、これ。別にボスラッシュやから使ってもいいっすよね。割とボスラッシュは適当にやってるんで。まあさすがにシグマ戦では今の回復アイテムは多分使わないと思います。ぜひね、バッカーノをまたなんか語る機会とかあったら語ってみたいんですけどね。OK。そろそろボス全員倒したんちゃう?ちょっと前。ソーシャルゲームの話若干したと思うんですけど、ロックマン X のソーシャルゲーム出るらしいっすよ。ロックマン X ドライブやったっけ?なんか調べたら、まだ出てへんと思うけど、開発中っていうのがあったんで、それまた出たらやってみたいっすね。ただ、ロックマン X シリーズって、女性キャラが少ないから、そんな売れなさそうな気はする。違うか。はい、これ弱点右食らってる。僕のやったロックマン X6 で可愛くないヒロインやったらいたけどね。ゼロシリーズのシオンちゃん出してくれたら、ね、ガチャとか出たら引きまくるんやけどな。ほい、最後はため打ちで決めてやんよ。たたたた、食らえ。あー、手肉。はい、なんちゃらナウマンダーさん。 OK、 あと何や、もういなさそうやけど。ああ、知らんやつか。 OK、 あち、通常武器でいこう。こいつ何やったっけ、こいつも強かったイメージあんねんけど。当たり判定どこや、上でいいんか。これなんだ、何をモチーフに してんの。獅子舞、獅子舞かな。わあ、引かれた。よし、まあライフ全開なら勝てるでしょう。結構用意してたコメント拾う話題がなくなってきてる。やっぱラストステージちょっと長いっすね。小村さんはパリピさんと面識あるんですか?パリピさんとは僕面識ないっすね。はい。割とパリピさんとコラボしてくださいとかいうのもあったんですけど、ちょっとね、無理かな。怖いわ。パリピさんってなんか規制発するじゃないですか。怖いわ。なんかパーリーとか言ってるんでしょ?てなイメージだけど、永遠と映画の話してそう。うわあ、危ない危ない危ない。無傷で勝ってみせるぜ。
こいつの行動パターンは、はい、なんもないです。パリピさんって見た目なんか気持ち悪くないですか？こういう歌ですけど。あいつの体どうなってんのって毎回思うわ、見るたびに。あれ、まあ、それに比べてこの小村さんの完成したデザインですよ。可愛くね。正直僕 VTuber の中ではかなり可愛さ上位やと思ってる。VTuber で一番可愛いのはポンポコさんのたぬき状態やけど、2番目は僕かなぐらいで思ってるからね。僕に可愛さで立ち向かえるのはデビデビデビルぐらいと思ってますよ。はい。ほら。こいつなんか見た目が気持ち悪いな。よし。これでボスラッシュ終わったっすよね、多分。次でシグマ戦かな。てん。